第一車庫正面入口第一車庫別の入口京浜急行バス。鎌倉営業所は京浜急行バスの路線のうち、主に鎌倉駅、大船駅発着便と逗子駅発着の一部の便を所管している営業所である。鎌倉駅からほど近い若宮王子沿いに営業所圏、第一車庫、さらに若宮王子を海岸方向に進んだ国道134号。 なめ交差点付近に第二車庫がある。営業初期号は C。一般路線バスでは JR 横須賀線鎌倉駅と大船駅を主なターミナル都市両駅から梶原鎌倉山、江ノ島方面、鎌倉駅から逗子方面及び朝日名峠方面に向けて路線を展開している。また、大船駅発着の一部路線では、 京急バス唯一のデマンドバスを鎌倉駅周辺では、江ノ電バスと共同運行のパークライドを実施している。京浜電気鉄道は1930年の半島を一周自動車紹介発足以来、三浦半島で乗り合い自動車を営業する傍ら、周辺事業者の買収、系列化を進めていた。鎌倉周辺への進出は1935年8月に、 鎌倉のりあい自動車を参加に収めたことにより始まる。鎌倉のりあい自動車は1930年の創業で鎌倉駅大船駅、鎌倉駅坂の下、大町、在木座、大町大城河原に営業路線を有していた。京浜電鉄は同社を参加に収めた後、三浦半島周辺における系列のりあい自動車会社の事業統一を図るため、 1938年1月1日付で、同社と半島自動車、臨海自動車の3社を合併し、湘南半島自動車を設立した。同じ昭和の初め頃、大船江の島口間においては、日本自動車道が自動車専用道路を築造し、道区間及び鎌倉山から大仏全間に乗り合い自動車を運行していた。同社は1931年に、 江ノ島鎌倉遊覧自動車を買収してその路線を継承、さらに鎌倉駅を東宮鎌倉駅改造寺線を新設するなど、鎌倉駅周辺にまで路線網を拡張した。京浜電鉄は鎌倉乗り合いに引き続いて1938年に、同社の株式も取得し、系列化に収めた。その後、戦時中の1941年に、 鎌倉周辺の交通機関の統制を図るべく、湘南半島自動車、日本自動車道、江ノ電、東海道乗り合い自動車の4社合併が議論された。しかしこれは決着せず、結局京品系列の2社合併のみが実施されることとなり、同年5月1日、日本自動車道は湘南半島自動車に合併した。さらに、半年後の1941年11月には、 京浜電気鉄道が湘南電気鉄道と湘南半島自動車を合併し、鎌倉・三浦半島周辺のバス事業が直営化された。京浜急行電鉄としての鎌倉営業所は、1948年6月1日の会社設立と同時に始まる。以後、1956年に朝比奈峠を越えて横浜市金沢方面への運行を開始したほか、 1960年代以降、梶原西鎌倉、鎌倉寿司ハイランドなどの新興住宅地への乗り入れを相次いで開始した。平成に入ってからは、レトロバス、林道号を観光需要の多い路線に投入したり、専用小型車両によるデマンドバス、京急ポニー号を開設したりするなど、新たな形態のサービスにも積極的に取り組んでいる。さらには、 鎌倉市のオムニバスタウン構想によって小型車を使用した路線の開設も行われている。2008年8月2日からは IC カードパスモが導入された。2006年6月16日付で小坪線や名古屋線などの一部路線が湘南京急バスに委託され、京浜急行バス、鎌倉営業所内に湘南京急バス、鎌倉営業所が設置された。その後、 2007年2月16日より、八景線、同年9月16日には、空港リム人線が順次委託され、2008年5月16日付で、全路線の委託化が完了した。しかし、中間持ち株会社と分離市会社の両方に路線があることが非効率という京浜急行電鉄本社の判断により、2018年4月1日付で、湘南京急バスは、 京浜急行バス本体に吸収合併され消滅会社となった。これに伴い、鎌倉営業所は10年ぶりに京浜急行バスに復帰、同時に全路線の管理委託が解除された。京浜急行電鉄ではバス部門を分離独立させるにあたって、東武鉄道が取ったような中間持ち株会社形式への移行も視野に入れていた。 すなわち京浜急行バスには路線を置かず、分離市会社の羽田京急バス、横浜京急バス、湘南京急バスに全路線を移管して、京浜急行バスはこれらの管理統括会社とするものだった。神奈川県内では、鎌倉の全路線と堀内の一部路線が、湘南京急バスへの管理委託、杉田と、農見台、追浜が、横浜京急バスへの委託となったが、 堀内の一部路線と寿司、絹笠、栗浜、三崎の全路線が京浜急行バスに残り、加えて湘南系急バスに採用された乗務員が推薦を受けて京浜急行バス本体に転籍する乗務員登用制度も設けられるなどしたため、完全移管にはかなりの時間を要すると見られていた。ところが、2020年東京オリンピックパラリンピックや、 法日外国人の急増によるバス需要の増加に伴う運転手不足や複数の部門市会社が存在することによる管理部門の重複などの非効率が指摘されるようになり、京急本社は京浜急行バス本体に残った一般路線の完全分離は不可能との判断をせざるを得なくなった。2018年4月1日付で分離し、会社3社は本体に吸収合併して解散。 鎌倉営業所は10年ぶりに全体が本体組織へ戻された。同時に12年間続いた管理宅はすべて解除された。鎌倉山バス停付近大船線は鎌倉駅、大船駅、江ノ島の3点を相互に連絡する系統を主軸とし、合わせて周辺住宅地の輸送を担う路線である。大まかに分けて鎌倉山を通るものと梶原川を通るものがある。 このうち、大船駅から鎌倉山を経て江ノ島まで約7キロメートルの区間と鎌倉山大仏前の区間は、日本自動車道が昭和初期に開通させた路線を起源とし、鎌倉市内を走るバス路線としては最も古い歴史を持つ。船6は現在もほぼ全区間を旧自動車専用道場を走る。大船駅江ノ島口間の路線は、 日本自動車道専務の菅原通彩が計画し、開通させた路線である。同社が運営する自動車専用道を走り、運賃20銭、所要時間15分で結んだ。菅原通彩はこの路線を横浜、東京方面から江ノ島へ向かう近道と宣伝した。さらに通彩はこの路線のダイヤを、 国鉄東海道線のダイヤと連携させることによって、鎌倉山東京駅間をわずか1時間で結べるように調整、自らが経営する鎌倉山別装置の交通利便性を積極的にアピールする手段とした。日本自動車道は、この他にも鎌倉山から大仏全館でも乗り合い自動車を運行していたが、1931年に、 江ノ島鎌倉遊覧自動車を買収して、同社の路線を継承したことで、鎌倉駅鎌倉山間も結ばれるようになった。なお、前期の通り1941年、日本自動車道の路線は、旧自動車専用道とともに、湘南半島自動車を経て、京浜電気鉄道の手に移り、京浜急行のバス路線として運行されるようになった。 昭和30年代以降、神奈川県道304号、腰越,越大船線、湘南モノレールへ江ノ島線が開通し、また自家用車の普及によって、公共交通としての重要度は低下した。しかし、その後も、鎌倉山や西鎌倉の住宅地、江ノ島島内へのアクセス手段として、地域住民や観光客に活用されている。なお、大船駅改良工事前の、 京浜急行用バスターミナルは湘南モノレール大船駅下の強硬な場所であったため首都圏では珍しくターンテーブルで方向転換していた。市鎌倉市市では昭和5年7月25日開通とするが昭和3年7月25日開通とする資料もある。八景線は鎌倉駅から八幡宮を経由し、 神奈川県道204号金沢鎌倉線方向に向かう路線である。鎌倉駅から乗車すると沿道は徐々に山間部に囲まれた地域に入っていき、特に鎌24の鎌倉霊園正門前、立ち洗いを過ぎた金沢八景駅よりの朝日奈峠はカーブの多い山道である。その一方、沿道は鎌倉地区に最も近い高速道路のインターチェンジ、横浜横須賀道路、 朝日奈インターチェンジに向かう車などで交通量が比較的多く、特に鎌倉霊園の悲願寺などには激しい渋滞が起こり定時運行が困難になる。このためか一部のバス停は鎌倉市の補助によりバス接近表示システムを採用している。2015年1月16日のダイヤ改正で鎌市で運行されていた京急林道号が1日4。 往復運行されるようになった。悲願時や鎌倉霊園混雑時には二十23.24で増発がなされることがあるが、この時は鎌倉営業所の保有台数ではまかないきれず、かつ、中型系統の車両が多い営業所であることから、他の営業所からの貸し出しが行われる。また、鎌倉霊園内では循環バスが運行される。鎌二20は、 戦前から続く古い路線で観光地として知られる鎌倉宮までを結ぶが観光路線という性格の他に沿道の生鮮小学校への通学路線としてあるいは沿道住民の通勤生活路線としての利用があり距離は短いが利用者や運行本数は比較的多いその一方独自区間に保安要員を要する共同が存在しておりかつて レトロバスの林道号が運転されていたが、車両が長弱のため運行しにくく撤退したほどである。なお、終点の停留所名は大東宮であるが2000年代に入り、行き先表示などの案内に神社の正式名称、鎌倉宮が用いられることが多くなった。いずれの路線も正月時には鎌倉市の交通規制で若宮王子の一部が通行、不可能になるため、 小町王子から迂回の上で、鎌30.31、ガードした付近が、木、終点となる。この時には、鎌24の車両のうち応援者のみ、鎌倉方面走行時の行き先表示が、鎌倉駅ではなく、鎌倉となる。名古屋線は、鎌倉駅と市駅の間を、横須賀線にほぼ並行して走る路線である。神奈川県道311号鎌倉早山線を、経由する。 実設の小坪線とともに、逗子川はループ線となっている。鉄道平行路線という性質上、全線の通し、利用は、ほとんどない。かつて鎌30は1時間に1本の運行であったが、2000年に、逗子駅からのミニバス路線である、亀ヶ丘団地循環が新設されたことで、逗子川の停留所のほとんどが重複することとなり、以降、朝夕のみの運行に減らされている。 小坪線は、鎌倉駅から鎌倉市南東部の材木座方面へ向けて走る路線である。大まかに分けて、市境を越えて、図紙市、小坪地区に入り、図紙駅まで向かう鎌40.41と材木座地区を循環運行する鎌11.12がある。本数は比較的多いが、独自区間のほぼすべてが強路であり、すれ違いが困難な箇所も多数あるため、 無線の指令でバス停に待機して反対方向から来るバスを待つ光景が見られる。また、沿道にはワンマンバス運行にご協力くださいという竹間板が設置されている。鎌マ11.12は鎌マ40、カマ41とほとんどの区間が重なっている。これら短距離の循環便はかつて鎌倉寿司間の便において海岸橋経由、上川原経由、 水道路経由と三つの経路があったのが、材木座地区の交通規制によって、運行を維持できなくなったので、代わりに新設されたものである。カ11はおおむね午前中のみの運行である。京急ポニー号の日の、リエッセ初代車両5台中の1台、C4546 号車、京急ポニー号は、京愛路専用に導入された京浜急行バスの小型車両の愛称である。 高速バスカラーの専用小型車で運行される。1995年10月16日運行開始。同年8月28日に新発売された日野自動車の小型バス日野 DS を路線バスとして全国で初めて採用した路線でありポニー号の運行開始時に5台配属された。沿線は丘陵地に古くから開発された住宅街で高齢化とともに 住民や鎌倉市からバス運行の要望があったものの、中型バスの通行も厳しい旧坂の共和色という条件で、なかなか実現に至らなかったが、京浜急行電鉄が国内ディーゼル4メーカーに打診したところ、日野自動車が小型バス日のレインボー RB のフルモデルチェンジ車として、DS を開発中で、リアエンジンで全中に扉の路線仕様が設定され、 タク運ン地区での運行に適しているということで採用が決まった。DSC の導入により、東路線の運行が実現したものである。船50は京浜急行では初のデマンドバス路線である。デマンドシステム導入にあたっては、すでに東急高地で、 都市型デマンドバスの宣弁をつけていた東急バスから資料提供などの協力を受けているが、均一運賃区間の東急コーチと異なり、京急ポニー号では宅間運賃地区での都市型デマンドバス導入となったことで、独自の工夫がなされている。基本路線上の停留所である、山の上、ロータリーと山の上通りの間にデマンドルートが設定されており、ルート上の停留所である、 深沢中学場及び太平山公園にはデマンドボタン付きのポールサインが設置されている。なお、大船駅発、気境山発とも引く深沢中学場から太平山公園帯の順に運行される。鎌50.51は大型バスが通行できない、規制のある区間に開設されたバス路線でオムニバスタウンに指定されている鎌倉市の政策のうちの一環である。 この路線は、江ノ電バスの鎌倉駅西口気郷山線と、実質的に一体のダイヤを組んでいる。鎌倉駅西口は、校舎のみで、袋はすべて、鎌倉市役所前から発車する。また、鎌5 0は1日1本往路のみの運行である。逗子マリーナが2001年に開発事業者だった、旧西洋環境開発の倒産で事実上閉鎖になった後、マリーナを買収した。 リビエラグループと京浜急行バスが契約し、運行を開始した路線で、途中無停車の直行バスである。マリーナ内に新設された、結婚式場、リビエラシーサイドチャペルへの送迎目的で原則、土日曜日に運行されるが、ブライダルフェア開催時は平日でも運行される。契約運行路線であり、運賃は無料だが、一般客の乗降が可能になっている。車内では、 リビエラの音楽付き広告が流されるほか、車外にリビエラの広告を付けた車両が運行されることが比較的多い。終日15分ごとと比較的本数は多いが、狭いな箇所があるため、中型車、9メートル大型車で運行される。また、夏場のコンサート時には、これとは別に同じ経路で貸し切り輸送が行われる。福ちゃん、豪油ヶ浜に関しては、江ノ電の駅は、 ゆいがはだが、当駐車場の停留所や、住居表示は、ゆいがはである。パークライドは、鎌50.51と、同じく、オムニバスタウン関連で設定された路線で、エノデンバスと共に短尺中型のンステップバス、福ちゃん号が投入されている。なお、夏休みや年末年始には運行されず、福ちゃん号自体は、一般路線にも使用される。 鎌倉市議会頼りによると、2006年12月まで、この事業は、国の支援事業だったが、利用者が伸び悩んでおり、循環ルートなどの新規ルートが検討されている。鎌倉市役所が企画する、鎌倉フリー環境手形、A、頼朝切符は、大船線の鎌倉駅と大仏前の間、八景線鎌20系統の前線、鎌24系統の鎌倉駅と常明寺の間、 名古屋線の鎌倉駅と名古屋市の間のみが発売当日に限り乗車できる。京浜急行電鉄が発行する三浦半島1デー2デー切符は小坪線、名古屋線の全線及び大船線の鎌倉駅と大仏前の間、八景線は鎌20.2324系統の全線と鎌36系統の鎌倉駅潜水橋間で使用できる。 江ノ島鎌倉遊覧自動車会社以来の路線で、1990年代以降は、京急林道号の運転区間となっていた。林道号専用車両の他路線転用により、2015年1月15日、限りで廃止。昭和40年代まで存在した江ノ電バス、富士見町経由大船フ企業とほぼ同じ経路。鎌36系統へのリニューアルに伴い廃止。 終戦直後に、鎌倉駅常明時間で再開し、12所まで延長される。鎌倉霊園の開業に伴い、鎌23系統へリニューアルして廃止。現在の鎌24系統は、昭和の一時期金沢文庫駅まで延長運転していたことがあった。鎌11.12系統の前身、材木座地区の交通規制施行のため、ワンマン化と共に再編された。 光明寺折り返し車両は、下記のみ、材木座階水浴場と表示して運行する時期があった。大船船鎌6系統と、小坪線、図子営業所の長い線を組み合わせたような系統。1970年11月25日限りで、廃止。A コース、鎌倉駅淡田宮県庁寺鎌倉宮、長谷観音大仏江ノ島 B コース、鎌倉駅淡田宮県庁寺,寺鎌倉宮。 長谷観音の大仏、報告時江ノ電バスへ一本化し、京急は撤退した。2007年2月16日付で、逗子駅まで延長の上、湘南京急バス堀内営業所に行かん。羽田空港大船、藤沢線近年空港リムジンバスが増えてきている中で、1995年に開設されたパイオニア的路線である。2005年3月まで、 東京都内の京浜島営業所担当であったが、遺憾された。この路線の特徴は、大船駅近辺にある横須賀線電園踏切のガードに3.1メートルの車高制限があることで、ハイデッカーの車両が投入できず、標準床車で運行されている。2013年10月1日より、羽田空港大船駅、鎌倉駅線の運行を開始。 2021年4月16日付で、杉田営業所に移管。次の2路線は、鎌倉を起点、あるいは通過するが、他の営業所で運行されていた。八景線と井浜営業所の大移動線、つい20系統を組み合わせて、井浜駅まで延長した路線。出入庫は、横浜営業所所管の伊豆線で行っていた。1978年の井浜営業所新設に、伴い、 杉ぎた営業所が鎌倉管内から撤退するため廃止された。京浜急行100年市には1952年に東京駅、三崎東港間で運行を開始したとの記録があり、その補助が島まで延長。羽田営業所とは、とバスによる定期観光東京鎌倉、江ノ島地区コースと統合し、1970年12月27日、限りで廃止された。 境愛路線が多い鎌倉という土地柄があってか、車種選択が多岐に及び、京浜急行バスの中では、比較的異彩を放つ営業所である。路線車は、いすず自動車製が代々納車され、1996年までは、京急バスの中で唯一となるいすずしゃーシと富士重、工業ボディの組み合わせが見られた。その後は、サイズダウンが進み、中型車が投入されるも、 観光地ということもあり、輸送実績があることから、10.5メートルロング車や9メートル大型車に切り替えられた。この中で、イスズが生産していない車種に関しては、日産ディーゼル工業が西高ボディで選択され、スペースランナー RP など、全国的にも、納車例の少ない車種が入って、バラエティに富むようになった。しかし、 現在では10.5メートルロング車や9メートル大型車については各車とも製造自体が中止されているため新規導入ができなくなり、また排出ガス規制の影響もあってか大型のエルガや中型のエルガミオへと車種選択が回帰している。また、京浜急行バスはメーカーと協力してワンステップバスを開発するなど低剰化に積極的だったが、 鎌倉営業所の提唱化は、社内では、比較的、遅かった。鎌24の朝日名峠や鎌4の鎌倉山といった急坂を要する路線を社内が混雑した状態で通過するときにステップをする恐れがあったなどの理由である。多くが、ワンステップ車であるが、鎌倉市の女性による、ノンステップ車が、大型中型合セルト二十七台ほど存在している。ここ数年は、 新車で納入されるのは、ほとんどがノンステップ車となり、比率が高くなってきている。ただし、ノンステップ車の運行が困難な路線が存在することから、現在でもワンステップ車の導入が行われており、並行して導入される形となっている。過去にはカマ1、カマ22、日野自動車の車ーに、東京特殊車体でボディ仮装したレトロバス、林道号が運行されていた。 2006年9月24日で一旦廃止したが、こと鎌倉の世界遺産認定応援、京浜急行バス創立5周年、京浜急行電鉄創立110周年を記念して、2008年10月27日より、新しい車両にて運行が再開された。なお、初代林道号は、函館バスと奈良交通に譲渡された。デマンドバス、 京急ポニー号や鎌倉駅西口発着路線には小型車が導入されている。京急ポニー号の車両については、京急ポニー号、鎌倉駅西口線の項を参照。また、パークライドには短尺中型車の福ちゃん号が使用されるが、福ちゃん号の運行がない日には、小型車用の路線を除く、一般路線でも運行されている。その他に、空港リムジンバスが在籍しており、 前述の通り社交制限がある関係で、提唱者が投入されている。ありがとうございます。